さあやっていきましょう。ゲームセンター CX 3丁目のありのゲームセンター CX 3本目のゲームだね。で、今まで出てきたありのの挑戦状とありのの挑戦状2とはちょっと毛色が変わった作品になってるけど、基本的にはミニゲーム集みたいな感じだね。で、まあ、ストーリーモードがあるので、この辺をメインにやっていくんだけど、とりあえず、進めていこう。名前の入力ね、ドラオにしようか、いつも通り。この辺をメインに、進めていくことになるが、まあ、だいぶそのおかげで、毛色が違うと。ゲームセンター CX、課長、オン!まあ、今までみたいなアリの少年の部屋からスタートみたいな感じじゃなくなるんだよね。駄菓子屋恵比寿。いらっしゃい。今日もゲームしていく?ここの町に住んでんのか、俺は。駄菓子もあるから食べてってね。おばちゃん。うわ、このおばちゃん店の売り物食っとる。いらっしゃい。今こっちの子が先にゲームやってっから、ちょっと待っててね。先客か、ゲーム好きなんかな。ガメオベラや。ああ、もうガメオベラやん。名言、こういうのもなんか集めていくっぽいね。名言リスト、番組ファンにおなじみの名言がゲーム中に出てくると名言リストに登録されます。登録された名言リストはメインメニューから見ることができます。よー。あー、僕あれの、お前の名前は。ドラオやな。ゲーマー同士よろしく頼むわ。そういや僕、アリノっていう名前の他何も覚えてないねんけど、下の名前は?深夜はどうした?ドラは僕のこと知らんか?知らんか。でも記憶喪失っていうのもなんかかっこいいよな。それにゲームで遊んでればそのうち思い出すやろ。だから僕と一緒にゲームしよう。な、ドラを。君の前に突然現れたアリノ少年。あ、喋ってくれてる。未来からタイムスリップしてきたアリの課長その人である。あ、そういう設定なんだ。なぜ課長がタイムスリップしてきたのか。果たして無事未来へと帰ることができるのか。タイムスリップする相手が違うんだな。記憶を取り戻す鍵はズバリゲーム。課長と共に鍵となるゲームをクリアしてほしい。すべては君のゲームの腕にかかっているのだ。この懐かし町3丁目を舞台に君と課長の冒険が今始まる。前作まではこっちがタイムスリップした扱いだったけど。天井に誰かおんのか。今おっさんの声せえへんかったか。あ、まあ聞こえなかったね。ほんまか、聞こえたの僕だけなんかな。一人称が俺じゃないんだな。いや、わからんけど、とにかくゲームをたくさん遊べってことやな。聞こえとるじゃねえか。うなずいたぞ今。ドラを一緒に遊ぶでー。今までみたいに一本遊んでその日終わるみたいな感じじゃなくなる感じかな。あ、一応セーブしとくか。第一章、ルーミーと魔法の放棄。有野さん?天の声。まず最初に調整するソフトはこちら、ルーミーと魔法の放棄。なんでやるゲーム勝手に決められてんねん。まあ、でもゲームやしええか。やりまっせー。あ、井上出てきたけど、今日はよろしくお願いします。え、誰?ゲーム詳しいの?普通です。普通て。このゲームに未来の手がかりは存在しているのか。アリの少年を助けることができるのか。君たちは3つの、ノルマに挑戦しゲームクリアを目指す。ノルマ1、敵を1体倒す。ノルマとして指定された条件をクリアすることでストーリーを進めることができます。挑戦中にノルマの詳細を下画面メニューの見るで確認することができます。まあ、今までの挑戦状みたいな感じか、ノルマは。3つのノルマって言ってたな。3つに減ったんだな。それができればエンディングまで見なくてもええんや。てっきりエンディングまで見ないとあかんと思ってたわ。最後の最後にありそうだけどな、いつも通りなら。とりあえずルーミンやってみよっか。ドラは操作の説明見た方がええやろ。僕はいらんけどな。こういうゲームは画面の上んとこに説明載ってるから覚えときな。攻略法、基本ルールを手に入れた。入手した攻略法は下画面メニュー見るで確認できます。またメインメニュー内攻略法リストでこれまで取得したゲームの攻略法をすべて確認することができます。
ルミット魔法の宝器をプレイする方法は、下画面のゲームをタッチ、アイコンをタッチ、プレイするをタッチするとゲームが起動。話す。なんかびっくり出てるけど、何？あー、そうだ、いいゲームがあったんだった。あ、もしかしてきつくなってる？もうちょっと通路広くするか、焦らなあかんって。平気平気、意外と入るなよ。ギシギシ言ってるけどな。あったあった、このコインゲームね。おばちゃん、こんなでかいもん忘れんなや。自分の店のゲームくらいおばちゃんと覚えとき。コインゲーム。まあ、今までみたいに、家庭用ゲーム機で遊ぶのと、こういう店で遊ぶアーケードゲームの2種類あるっぽいんだよな。アーケードの方は挑戦あんのかな？まあ、とりあえず、ゲームやるか。ゲーム全8本かな。その他のゲーム、アーケードが6本。ルーミーやるか。爽快お掃除アクション、大魔法使いの弟子であるルーミーとローミーに与えられた試練とは、広大なお屋敷のお掃除だった。魔法のほうきを使ってモンスターごときれいにお部屋を掃除しよう。十字で移動、 A ジャンプ、 B がお掃除&ダッシュね。 OK、 じゃあやっていきましょう。あー、マリオ系ゲームだな。お、なんだこれ、すり抜けになったな。あー、いや違う。どうやって倒すんだ、踏むのか。倒し方がわからない。これはちょっと待って、選択肢出して、え、お掃除&ダッシュ、他の選択肢ねえのこれ。コインイン、これ最初からなったな。説明書とかないの。あっという間にやられたぞ。え、マジで説明書ないのか。ちょっと待って、マジでわからんのだが、一旦終わるぞ。話とかないか。あ、コインゲームの話出たな。コインゲームでゴールしたら教えてね。景品あげるからね。見る。攻略法。これでいいのか。固定画面のフィールド上に出現する敵を全て倒すとステージクリア。ステージごとにボーナスゲームとある。ジャンプで床を破壊し、お掃除ダッシュで破壊した床を埋めることができる。あー、なるほど。壊して埋めなきゃいけないんだ。敵を倒せる。なるほど、わかった。ちょっと複雑すぎんか。やるか。もっとなんか簡単な場所に説明書欲しかったな。こうして、こうね。オッケー。ノルマクリアー。ええー、な、なかなか順調な滑り出しやで、めちゃくちゃ詰まったけどな、初回から。あれ、同じクラスのドラオくんだよね。おー、同じクラスだった。君は誰なん？浦川だよ。この間、博多から転校してきたばかりなんだ。あー、浦川か。僕はドラオの友達のアリナや。よろしくな。いつの間に友達になったんだ？うん、よろしくね。なんかゲームうまそうやな。わからんことがあったら浦川に聞くとしよう。3連鎖する。ノルマに3連鎖。あ、なんか話がある。よろしく。いや、二人ともルーミーで遊んでいたのかい？浦川、連鎖ってどうやんの？コツとかあんのか？連鎖か、一回の掃除攻撃で敵を倒せば連鎖になるんだ。なので穴を複数個開けて敵が来るのを待つんだ。何体か敵が穴に落ちたら一気に掃除するといいよ。おー、それで連鎖になるんやな。ステージが始まった時が一番チャンスだから積極的に狙うといいよ。なるほどな。ステージ1の2なんかが難易度も低くて連鎖しやすいと思うよ。頑張ってね。ありがとう、浦川。オッケー。じゃあやるか。お金イン。今1984年ってわけじゃないよね。いつもは発売したら発売した年のこと言うけど、あ、そこ繋がってんのか。そういうタイプのゲームね。
あぶね。オッケーオッケーオッケー。ここが連鎖し、あーなるほど。あーやべ。あ、あの野郎。ほら、いけ。あー、ダメだー。なんか出たんだけど、あれ何？タイムが伸びたのか？ちょ、癖があるな、ルーミン。よし。連鎖ってどうやってやるんだろう。連鎖しろ言うてたけど、むずないか。やべ、落ちてきた。やべ、いって、あーやべ、ちょー、ほんとだ、操作逆転した。これ一番下まで落としたらどうやったらいいの。あ、上に帰んのか、あいつ。ちょ、うぜーうぜー、あの魔法使い。はよ、画面外はけろ。そういうこともあんのかよ。え、三連鎖狙えるかこれ。全然できねえんだけど。よっしゃ。もっとなんか敵密集してほしいんだけど。てかそもそも三連鎖、あれ三連鎖って言ってたよな、やんの。3体いないと。オッケーオッケーオッケー、いった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 。敵がそもそも3体いないと連鎖しねえよな。これで3連鎖達成やな。だいぶルーミー頑張ったな。お、井上や、僕らルーミーで3連鎖もできたで。早いですね、おめでとうございます。じゃああとはステージ3クリア目指して頑張りましょう。え、待って、なんで井上に目標決められてんの？ステージ3は、氷の世界なんです。ここをクリアしないとルーミーをクリアしたとは。そうやったんか。そうやったらやるしかないな。氷のステージは滑りやすいので慎重に進めてくださいね。頑張ってください。ノルマ3、ステージ3の5のクリア。長えな。まあ、単純にゲームクリアしていけってことか。コインイン。ってことは1ステージあたり5か。ルーミーが滑るからよ、操作しづれえのよ。乗って。オッケー。よっしゃ。これを地道にあと15回繰り返さなきゃダメなんだね。あ、判定しちゃかった。ほっ。出たで。取るか一応。ポイントか。ポイント？あ、ポイントでいいのか。あぶねえ。よし。はめてやったわ。あ、魔法使い来た。逃げろ。オッケー。自分うまいな。これどうしようかな。今までと違ってストーリー要素がだいぶ濃いから。やべ、追っかけてくる。おら、いけ！あー！さっき3つしかないけど、いつものコンティニュー方向でいけるか？嬉しいなー。あ、やべ！ちょ、まずいって。減らしすぎ。早いとこ撤収して。はまんなかったんだけど、あいつ。危ない。よし。ストーリー要素が結構濃いから、パート分けどうしようかな。いつもだったら3つクリア、3つじゃねえ、挑戦1個クリアしたら、
終わらせてたんだけど、やばい、変な方向に犬が。うわやばい、ちょっとうわやばい、反転したー。あ、うわ、くそ、これむずい。もうルーミーにマジで癖がある上に反転までさせられたら、ほっ違う、ほっ、この反対どうやって戻んの。はよ溶けろ、溶けねえのかこれ、なかなかマジで溶けねえな。もう一回食らわないとダメかなこれ。やばいやばいやばい、物は試し、物は試しでもう一回、もう一回打って、オッケー、聖人になった。時間ないで、やべえ、時間も本当にない。このマジで言いたかないけど、ルーミークソゲー認定していいか。左プラススタート、あー、そういうのない、あかんな、なかなか進まへんな、だいぶ遠いな。自力できなかったら誰かに手伝ってもらうのもありとちゃう。あり、別に誰がクリアしてもクリアやもんな。配った時は誰か手伝ってくれる人探しに行こうや。もっと攻略法が欲しいんだけど。わ、もう画面をベラや、僕が代わりにやったるよ。マジ行くで、やるどーん。全然先進めへん。早速指痛い。あ、これはやってくれてる映像ってことか。俺は一切触ってないもんね。終わってる。てか同じステージじゃね。やりました。ダメやった。このゲーム難しすぎてちゃう。攻略本とかないのかな。店を出る。いっぱいあるじゃん、行けるとこ。文具店、プラモ屋、広場、本屋。攻略本の話してたし、本屋行けばいいのか？ルーミーの攻略本本屋に置いてへんかな？いらっしゃい、何か探してるのかい？誰ですか？え、誰？誰かと思った。店長の藤本だよ。探し物なら何でも聞いてよ。ルーミーと魔法のほうきっていうゲームの攻略本探してんねん。知らんか？攻略本は出てないけど、ゲーム雑誌のゲーム2には記事が載ってた気がするな。ほんまか？見せてくれ。はい、どうぞ。ルーミーの記事はここだね。攻略本手に入れた。これはいいテクやな。ありがとう、店長さん。なんか他にも行けるけど。自宅でクリアしてもいいのか？これ。A を押すとスキップになるんだ。あ、ここでもいいっぽい。攻略法？アイテムについてあるな。無敵になる、敵が停止する、得点アップ。まあ、これは別に。あ、ここで遊べねえゲームなんだ。なるほど。自宅で遊べるゲームと、駄菓子屋じゃないと遊べないゲームがあるのか。とりあえずじゃあ駄菓子屋行くか。あれ、ルーミーの攻略本どこで見んの？本屋じゃないと見れないとか？ちょっと待って、どこで見るんだ？不親切な感じがあるな。前作まで揃いまくってたもんな。あ、行かねえの？今のアイテムについて覚えたってだけか。いらねえ。
コンティニューについて知りたいんだけどな。よし、やるか。左押してスタートでコンティニューならねえのか。ルービーのマジで癖が滑るんだよな、体が。だいぶこのゲーム俺相性悪いかも。よっしゃ。デモンズの2もなんか俺滑ってあんまり良くなかった。あれ1だっけ、滑ってたのって。なんかあんまうまく操作できなかった記憶があるけど。何これ、あれに近いんだよな、体の滑り方が。あぶね。オッケー。よし、地道にやっていくしかないのがきついな。何回か失敗するとさ、また攻略法を探しに行ったりすんのかな。自分うまいな。ルービーがガチでむずい。初めに持ってきていいゲームかこれ。ハマれ。サクサクや。しゃ。あー、4体いる。ステージ端がつながってんのも気持ち悪いな。やばい。ちょ、どこ行ってんの俺。危な。得点。クソチワワは、早く、始末しとこう。ほっ。オッケー。あ、ここ1のボスステージなのか。そりゃむずいわな。はっ、はっ、お、あ、いらねえ。魔法使い。早く解けろ。オッケー。ふん。オッケー。あ、こっちが本命のボスか。何これ。あ、回収す、ちくわかこれ。服部くんのちくわだなこれ。ちくわと鉄アレイだ。爆弾投げるやつと、速いやつと遅いやつとあるな。全回収は無理だな。てかタイヤ基本的に狙ってれば得点稼げんのか。いや、ダイヤよりあの赤い石の方が得点高かったな。いや、むずー。これコンティニューマジでどうすりゃいいんだ。ゴブリンかこれ。槍投げてくるんですけど。解放すんな。あぶね。あぶね。無敵だ。無敵で潰す。よし。よっしゃ。あー、もう普通にこの調節つらい。ヘビ。やばい。やばい。やばい。ちょ。ダッシュ後の感性すごいんだけど。いいそう。全破壊。ヘビ降りてこない。いや、そんなことない。し、オッケー。よし、慎重な操作求められる割には。ヘビ早いね。カエルも厄介か。はいはいはい、はまれ。やべやべやべ、カエルがやばい。カエルが、カエルいすぎ。いや、ぶねえ。やべやべ、これ全破壊嬉しくないアイテムだな。あ、やべ、残機数がマジで足らねえよな。
なんか気持ちよくプレイできないこのゲーム。前作までのステージ1がどんだけ優しかったかがわかるな。あ、落ちてるやつは穴に乗っても大丈夫なのか。はまんねえかな。はまれ。オッケー。穴にはまってるやつは上に乗っても大丈夫。あ、当たっちゃダメなのかなと思ってたけど。これ遠いぞー。残機減らしすぎたなー。スローリー。うわ、毒ガス攻撃すんの、あのカエル。黄色いやつは毒ガスなのか。あ、やべ。滑って当たっちまった。しかも停滞してるー。うわー、ちょっと待って。うわい、もうダメだこのゲーム。左押してスタ、ダメか。え、ダメかねえ。ちょっとマジでなんかない。あー、他の場所行ってみるか。びっくりマーク出てるもんな。誰か助っ人がいてクリアまで持ってってくれるみたいな感じなんかもしれんしな。丸山。ここは神社や、せっかくやからお参りしてこか。記憶喪失が治りますように。再戦くらい入れようや。天の声とは違うよな。わしはこの神社の主だ。男子とおっさんではない。神社なんかな。あ、違う、神様なんかな。それより俺の記憶、僕の記憶喪失直してほしいねんけど。君たちに助言を信ずよう。あ、再戦箱はここね。ノリが悪いな。とりあえず5円入れとくで。少ないな。5本。まあ、良い。悩み事は何ぞや。時間の経過、街の歩き方。街の中に行けるところ一度行ってみよう。会話の中にノルマクリアのヒントが隠されているかもしれません。あ、先に知りたかったな。では、精進するがよい。プラモヤ。東島模型。ここはプラモヤか。プラモヤにもゲームって言ってるかな。すんません。このプラモは飛行機かな。すいません、このプラモは車かな。新車の横に置けばいいかな。話聞いてくれない。すいません。うわ、お客さんだ。なんか頼りない店員さんやな。東島って言うんだ。まだあまり詳しくないから、よかったらいろいろ教えてくれるかな。東島くんか、よろしくな。こちらこそいつでも遊びに来てね。情報が欲しいんだが、何もないのか。情報、店が、あの店長大丈夫か。店が開いてない。駅前広場、誰かやってくれねえかな。最終ステージまでルーミー手強くなってきたな。ステージ1から入れ直しは来たやん。あんたたちルーミーが好きならね。そやけど誰、俺ルーミー嫌いだけどね。私は金いいこと教えてあげる。すごい裏技。ほんまか、頼む。でも口で言うのなんだし、絵に描いてあげます。口で言ってくれへって構わへんけど。じゃあ描きますね。スタートは下、あ、コンティニューか。はい、攻略コンティニューコマンド。これ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 で、なんとか3の5までいけるようになるな。ありがとうね、あかねちゃん。これが欲しかったのよ。言っとくべきだったな、最初に。文具文房具店。よう、井上、さっきから何してんの。井上です。消しゴムを買おうと思ってるんですが、こっちの練り消しも捨てがたいなと。はあ、でも練り消しで使ってるうちに黒くなっちゃうんですね。どっちにしようか。なんやねんそれ。それは自分で決めてくれや。僕らもう行くで。あ、はい、二人とも頑張ってくださいね。全然関係ない雑談。ん、さらになんかあるぞ。決めた。井上、まだおるの。
この間は消しゴムの下調べってことで、有野さんも消しゴムと練り消しのことが気になったんですか？僕らルーミの攻略で忙しいからな、もう行くで。ああ、そうだ、ルーミの攻略を聞いて行きませんか。おお、助かるわ。敵の中に魔法使いがいるのですが、その魔法攻撃に当たってしまうと操作が反転してしまうんです。あ、この話は俺自力で解決したな。操作が反転？打つ手を逆にし、持つ手を逆にしろってこと？いや、そうじゃなくてですね。実は同じ魔法をもう一回食らえば元に戻るんですよ。そうなんか、でも死なないように、同じ魔法を食らうのも難しそうだよな。でもありがとう、井上。試してみるわ。お前も早く消しゴム買って家帰れよー。オッケー。もう、マジ？すでに30分ぐらい経過してんだよな。いつもだったらもうクリアしてる時間だぞ。ゲームやったったらええねん。まあ、コンティニューが手に入ったからいいか。じゃあとりあえず1のボス戦まではカットしちゃおう。コンティニューもあるしね。 OK、 ボーナスステージまで来た。あ、緑のが一番高いんだな。で、落下速度的には赤が一番速いのか？いや、緑の方が速い。あー、ち、鉄アレイ！ルンビ滑るんだよな、やっぱ。ダッシュしてると特にだな。全然取れない。ルーミー嫌いだわー。めっちゃうまいな。操作性が俺に合ってねえんだよな。そうだ、あの爆弾で全破壊あったじゃん、アイテムの。あれもまあ、掃除すれば床が復活するから、それ使って攻略しろよって感じっぽいね。スローリー。あとあれだな、画面の端が繋がってんのが気持ち悪くて俺は合わねえな。よっしゃ。あんま床破壊するとあいつの攻撃がこっちに通っちゃうから良くないんだよな。逆だった。ふっ。今のうちに処理したい。オッケー。オッケー。違う。オッケー。よっしゃ。同じ魔法使いでも前作のあいつの方がまだマシだったな。はまらんか。よし。いい。ああ。ウィズの方がマシだったな。ああ、やばい。ちょっとそれはちょっと床がないとダメなんですよ。そう、一番下に降りた。早く帰れ。こっちかな。あ、はまった、はまった、はまった。いて。ふっ！オッケー。よし！あ、見てなかったけど、これボスステージだよな。ちょっと変な感じになっちゃったー。ふんふん。あ、全破壊だ。あ、やべ、やっちゃった。せっかくいいところに行ったのに。俺あの毒ガエル倒せたのに。やべ。オッケー。あ、2回目出てきた。すやばい。あぶねー。ふぅ、はめてやった。よーし。よっしゃ。ルーミーの速さに目が追いつかねえのかな。爆弾？床が壊れるわけじゃないのか。いて。多くない？敵多くね？いってー。あの爆弾マジで触っちゃダメなんだな。
あ、くそ。無敵時間最大限利用してやろうと思ったのに。多いね、あのゴブリンの爆弾。ちゃんと見てた？なあ。お、画面オベール。コンティニューやんの？オッケー。逆にあそこまでコンティニューしなかったのはよくやった方だよな。くー、毒がうぜー。わ、ゆっくりになったけど、あの場所爆弾多いって。あ、爆弾もゆっくりになってる。爆発しそう、怖い。脱出。うわ、ちょ。あ、でも敵だいぶ減ったな。よし、いい爆弾置かないでいい。ほっ、オッケー。よっしゃ。うわ、ボーナスステージがひどいことになってる。あ、1バウンドすんの？全然取れない。あー、ジュジュ、パチンコとかピンボールみたいになってる。跳ねる跳ねる。あー、取れない。これ得点稼ぐとなんかあんのかな。残機増えるみたいなこと特にないんだけど。よし、氷だー。あれ、壊すのここだけとかじゃないよね。これ何？イエティ？全然上がれない。犬っころだ。あ、ここ壊せんじゃん。やばいやばいやばい。やべ、反対側行きたい。おりゃ。よし、ゆっくりになった。おっさおーい。オッケー。よっしゃ。いい、押すタイミングってのも重要だよな。なんだあの雪。雪犬。走ってんだあいつ。やべ。やべ。ちょ。めっちゃはめてやったのに。ふん。時間、やばい。この場所の時間停止。あ、触れても大丈夫なんだ、それ。その場合は。全然、あの、ブロック叩けない。いやー！ OK。確実に処理したいけど、時間制限もあるのやだな。若干キャラが滑るのが厄介。オッケー。あれ、連鎖すると出んのか。よっしゃ。よし。全然ダメだ。何それ！おりゃー。なんこれ、雪女かなんかなのか。おりゃ、やった。ちょ、俺の真ん中戦法使えなくなっちゃった、これ。俺の真ん中戦法が。あ、指！犬っころー！ふん、逃げろ！
こっち来い。ふん。無敵剣おりゃ。よし、来たー。え、俺これ全クリアしろとか言われてステージセレクトなかったら詰むぞ。よっしゃー。気持ちいい。それは気持ちいいよ。素直に。あ、やばい。やばい。氷の魔法か。やばい。ちょ、まずい。ちょ、まずい。おりけ。おっしゃ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 。4キャシー。あ、遅くなったけど、あれ、一番下にいるから、ダメだ。破壊できない。さっさと吐けてほしいのに、虚しいだ、スローの時間が。あと一体か。じゃあ大丈夫だろう。めちゃくちゃ満身だけど。ほっ！やったー！おーし、やったできたー！むずくねーか、最初っから。これでルーミーは制覇しても同然やな。そうではないと思うけど。でも僕の記憶は別に戻ってないな。目的のゲームをクリアした君とアリの少年。しかし未来の扉が開くことはなかった。そう、これは二人の長い冒険の幕開けに過ぎなかったのだ。さあ、再び立ち上がれ。めげることなく先を目指すのだ。なんやねん、あのおっさん勝手なことばかり言うて。当分ゲーム続けないと僕の記憶喪失は戻らへんのかな。なんやだろう、励ましてくれるんか。うん、ごめんな、別に気使わんでええからな。でも僕はゲーム大好きやから、ゲームやるのは全然辛くないな。いやー、やったの俺なんだけど。僕とドラオがいれば怖いもんなしやで。オッケー。まあ、いつも通りメインチャンネルを、メインチャンネル？メイン終わったら終わりにした方がキリが良さそうだな。ウィングヒーローって書いてあったな。アリノさん、次の挑戦は横スクロールシューティングの傑作、ウィングヒーロー。羽ばたき少年たち、撃墜を目指せ。そうやな。次は飛行機のゲームか。井上、ウィングヒーロー得意か？ウィングヒーローですね。得意なんやな。いえ、やったことありません。紛らわしいな。多分中山なら知ってると思います。アメリカ帰りなんで。アメリカ帰りなんでってようわからへんな。あ、お前が中山か？ん？すいません、中山はちょっと人見知りなんで。次こそは未来への手がかりを獲得できるのだろうか。そして中山少年の人見知りは治るのか。それはちょっと難しいだろう。ノルマを達成しゲームクリアを目指すのだ。ノルマ1、試ショットで倒す。ノルマ2、大型要塞の撃破。ノルマ3、ワンナップアイテムを取る。あれ、中山もおらへん。あいつ逃げたんか。ほんまに人見知りやな。とりあえず僕らで始めようか。でもここってウィングヒーローのとこだけ日が当たって眩しいな。ゲーム機の上にある日よけカバーでも使えますか。あ、こんなところにウィングヒーローのマニュアルが。なんでそんなところに。おー、ちょうどいいから見とく。攻略法、基本ルールを手に入れた。まあでもここで今回やめとこうかな。2章に入ったばっかしだしね。って感じで、まあ章ごとにクリ区切っていくのが、まあキリがいいかな。まあ多分そのうち結構長いことやらされる RPG が1本あるの知ってるので、そこだけ結構パート数またまたぐことになるかもしんないけど、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。初回からルーミークソ難かったんだけど。ではまた次回、バイバイ。